皆さんこんにちは、なるほど店です。今日はですね、アークザラッドRが昨日配信されましたので、今日遊んでいきたいと思います。こちらのアークザラッド1,2,3 ですね、プレイステーションのソフト RPG だったんですけど、私は全部1,2,3ともやってクリアしましたね。なかなか斬新なゲームだったんですけど、懐かしいですね。エルクは主人公ですね。2でしたっけ。1と2が同じで、3が主人公変わったんですかね。アークは初代ですね。アークザラットですからね。スマホのゲームで期待されているゲームのうちの一つですね。アークザラッドと、あと何でしたっけ、ワイルドアームズとかですかね、がなんか近々出てくる RPG ですね。スマホの中では面白いんじゃないかって言われてます。面白いというか、昔面白かったゲームが出るってことばかりです。トッシュがいる。トッシュ、RPG で私結構たくさんやってるんですけど、なかなかストーリーってもう覚えてないですよね。今アークで死んでたんでしたっけ。通知 OK にしときます。こちらのアークザラッドインストールするときもなんか容量が大きいので、で Wi-Fi の環境でやってくださいって言ったんですけど、私のスマホ残り500メガぐらいしかないんですね。もともと少ないので、ですので動画撮れる時間がですね、容量が少なくなるとどんどん短くなってくるんですね。ですので今他の入れているゲームを少し消して、アークザラッド入れてます。もう10年経ったんですね。じゃ結構もう青年からおじさんにお兄さんになってる。キャラクター出てくるんだと思うんですけどね。確かトッシュがもらえるみたいなの見ましたからね。トッシュは出てくるみたいですね。トッシュって赤髪の男性です。世界観って10年後って書いてあるぐらいですから、同じ世界なんでしょうね。スマホで RPG 私今まで入れたことないですね。ゲームでやったことないですね。
最近ブレっていうゲームをやってるんですけど、ブレイブストーリーです。ブレイブソードかな。そちらはどちらかというとカード化したような女の子たちが戦うような感じですからね。まあ、結構パソコンゲームとかで多いスタイルのゲームですね、そちらは。お、懐かしいモンスターが。おお、RPG ですね、完全に。あ、すごいですね。ハルト君は主人公なんですかね。ああ、懐かしいスタイルだ。じゃあチュートリアルですね。攻撃する。これ横から攻撃したからダメージが大きいとか、そういう昔は多分そうだったと思うんですけど。あ、そうですよね。後ろが高いんですね。あ、反撃も変わるんですね。はい、なるほど。強いですね。ああ、上に順番書いてますね。アクティブスキル。レベル1にしてはこんなにモンスターをサクサク倒すなんて逸材ですね。お、しかもクエストの中でミッションが、クエストじゃないですね、戦闘の中でミッションくれせばもっといろいろいいアイテムがもらえるみたいですね。第2戦ですね。反撃受けたんですね、5のダメージは。じゃあ技を使いますか。1の3、まあ、選んでもまだ届かないって言いますか。そうですね、向き大事ですね、終了するときの。けど結局後ろに回られるんだ。ああ、ダメージ大きいですね。こっちも後ろに回りましょう。で、必殺で1の残ですか。おお、強い強い。おお、スライムは勝てますね。スライムにやられたら多分もう私諦めますね、ゲームを。あ、でもやっぱり楽しいですね、この戦闘スタイル。でも多分これでチュートリアルを、戦闘終わりましたので終わりだと思いますね。では、まあ、動画何分まで撮れるかちょっと分かりませんので、よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、ガチャガチャとかですね、溜まっていって回せるようになりましたら回してみたいと思います。まあ、それは別の動画で上げると思います。まあ、最初多分回せるみたいですから、それをちょっと最初に回してみたいと思いますね。
セイラさんは広いんでしょうか。おお、レベルアップ、 RPG 感満載ですね。私のスマホもあれですよね、ローディングとか長いんですよね。他のゲームとか対戦やってますと、なんか私だけずっとローディング中で、他のみんななんかボタンを押した瞬間にもうステージに入ってるんですけど、私1分間ぐらいずっとローディングしてやっと入れるっていう。で、入った瞬間もすでに1回やられてるっていうですね。やっぱ長いですね、ローディング。まあ、多分これで終わったと思いますので、まあ、次ですね、マップの始めですか、最初のホームの状態から、お送りしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。